木下を、ダマで待ってます。ちょっと最近体の不調がひどい、木下くんの体をなんとかしたいということで、今日は御苑に今来てるんですけど、はい、でここで、木下くん今から打ち合わせやと思って今から登場するんで、そこを捕獲したいと思います。マジででも心配やねんな木下の体。でもここっていうところがあってそこで不調を見つけてもらって、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よくぞお連れを。はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。今日は何ですか。大阪で仕事昨日終わって、はいはい、で、泊まりで、はい、今日始発で、はい、おかえりなさい。で今から何を思ってましたか。打ち合わせ。打ち合わせじゃないです。はい、最高。とにかくどういうこと今日体怖い体の、不調を。何の嘘やねん。何の嘘やねん。普通に体の不調を、今日解決しよう。じゃあこれこのパターンってさ、うん、あんまり合わへん人ですよ。しょっちゅう合う。言うてくれたらええやん普通に。体の不調、嘘。体の不調を探そう今日は。BS の違います。ちょっともういろんなところを見てもらって、うん、ここがあかんのちゃうかっていうところをもう一回探したい。そこが見つかったら、うん、そこを治療していくっていう。あ、なんかそういうちょっと検査的な。そう、検査しよう。それはでもありがたいかも、うん、なかなか今日はちょっと目から鱗やと思うね。ただ普通に行ったらええけどね。まあまあでも嘘ついて。いや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 、言うたら嫌がるから。とりあえず行く。ちょっと知っといた方がいいね。押さへんでんのこれ。これはもうめちゃくちゃやな。もうずっと二人レベルの前でこれはもう押さなかったよ。俺知らんからさこのシステム。押さんなら押さんが答えな。あ、今日さん、あ、こんにちは。どうぞ。すいません、どうも。今日すいません、急遽ね。どうも。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。あの相方の木下です。はじめまして。木下さん、はじめまして。よろしくお願いします。千蔵と申します。千蔵さん。千蔵さん。はい。で、ちょっとさん、はい、体を触って、はい、ちょっと不調なところを確認して、はい、で、まず今日はもうその発見、はい、うん、をちょっとお願いしたいんです。はい、任せます。やっぱり分かるんですよね、先生。分かります。あの木下さんから、はい、木下さんがちょっとお体がいいってことをちょっとお聞きして。そうなんですよ、はい、ちょっと、はい、どこが原因かも分かれば嬉しいなと思って。あ、任せてください。よろしくお願いします。はい、こちらで今日は、はい、こちらで来ました。どうぞどうぞ。はい、じゃあ着替えた方がいいですね。ハーフパンツで着替えた方がいいですか。はい、一応膝下までの施術なんですけど。はい、どうですか。はい、膝下ね。ちょっとこっちで足を持ます、ね、足持ちます。足を先頭さんめっちゃすげえからね。足湯、まあ、まあ足湯持ってきはんねんけど、とりあえず血流を良くして、でその後ちょっとまあ、なんか病院、あ、病院ではないねんな。あ、ごめんごめん。いや、治してくれる、体を良くしてくれる。治すというかその緩和、うん、それからどこが不調なのかっていうのが一目瞭然で、あとはちょっとまあリラックスな部分も入ってくるかもしれんけど、もうとにかくでも悪い話しちゃうで。まあ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 、もちろん何もせえへんことが一番悪いからさ。そうそうそう、まあ、なんかこう前に進めればなと思ってきてんけど、うんうん、失礼します。はい、お願いします。ちょっと血流悪そうなんで、あ、ちょっと厚めに、はい、厚めにしておきました。ありがとうございます。ちょっとむくんでますね。ちょっとむくんでるんで、はい、厚めに。いいですか。はい、はい、いいです。これおー、熱いですか、すかこれ。あ、ちょっと重くない。普通こういうののイメージする温度じゃなかったですね。ね、ちょっと厚めにして、ちょっと厚めなんです。ちょっと厚めにしてるんです。そこにちょっと塩入れますんで、はい、ありがとうございます。いくつもそれぞれです。これで何か分かるんですか。このなんか液でなんか分かんない、色変わってわかんなみたいなとか。そうだじゃないのよ、ね、あ、これからまだちょっと今温めてるだけなんで。あ、はい、治療してるんじゃないの。治療じゃないね、
あこれじゃないの。施術。はい。これからね。はい、これから。これから。まあ、治療とも言います。もう聞いていいですか。はい。はっきり。はい。ここのお店の名前って何て言うんですか。あ、じゃあ。はい。お店の名前が足つぼは世界を変えるなんですよ。足つぼは世界を変えるんです。そう、はい、足つぼここ。そう、はい、足つぼの専門店なんです。もうこの時点で気づいてたで。ですよね。ですよね。なんや、なんで足つぼ。だから足つぼ専門店ですか。足つぼの専門店です。名前ですもん、これ。名前、名前です。足つぼしかやってないですよ。俺別にそうです、足つぼ嫌いじゃないから、うん、今はありがたいって実は思ってる。はいはいはい、はい、大好き。あ、そうですか、はい、それだけのこと言う。マジで。じゃあ何の問題もない。どういう今までと違うんですか。気が違います。気が違う。今までの足つぼたんもどちらかっていうとちょっと治療寄りになって。へえ。ちなみによ、はい、ちなみに結構アスリートの人も来ますよね。ほんとアスリート来ますか。どういった格闘家。格闘家。例えば、はい、朝倉海さん。えっ、あと朝倉海さん。本気や。朝倉海馬ちゃんも来ます。本気や。だから一流の格闘家が来るんですか。来てます。だからそういう人らがここでケアというよりも、はい、本当に治療って言ってもいいですよね、はい、何者なんですか。製造さんも格闘家です。え、製造、はい、さん格闘家。格闘家です。すごい人が、現役の選手が営む足つぼ屋さん。はい、そう。すげえ説得力しかないやん。そうや、だからマジでここに見といてもらった方がいいね。なんや、これ嬉しいわ。いや、ほんまになんかごめん、足つぼかえとはなってない。めっちゃくちゃ嬉しい。あ、嬉しいタイプですね。はい、嬉しいタイプですね。はい、行かせていただきます。では両足をこちらに乗せてください。はい、上げていただいて、はい、はい、ありがとうございます。綺麗な足裏してますね。うん、綺麗ですね、足裏。これないんですよ、水虫とか。うん、うん、綺麗です。匂いといいですよ、環境が。ちょっとそれはね、いや、ほんまに臭ないですか。いい、いい、匂うんかよ、お前。ほんまに臭ないです。いやだね、ほんまに。いや、臭くない。臭くない。臭くない。時やだね、お前。嫌がんねん。次でもならねえよ。やっぱね、足はかなり老廃物溜まってますよ。綺麗ですけど、ね、むくんでます。そうしていますよ。はい、お願いします。これ腎臓です。痛いもんな。はい、ちょっと痛いですね。うちのちょっと体重乗せる感じなんで。腎臓から利尿管通って膀胱です、うん、はい、大事。やっぱやり慣れてるだけありますね、うん、はい。これ副腎っていう。副腎ね。はい、副腎です。優先っていうと。副腎。こう元気なやつって言われてます。気持ちいい。はい、どの声どんな感じ？今どうですか？うん。あのね、元気ピュピュって抜けるけど、またそこちょっと。はい。抜けられてるよ。はい。優先か分かんない。あ、いいか。心臓。心臓。はい、心臓。ちょっと影響出てますね。ちょっと影響出てます。はい。はい、うっとなるんで、はい、でもその後成長はね、言ってるか分からへんねんて。いいです、いい、いいね、いきますよ、いい子、いい、いきます、はい、はい、いいです。いい、あ、胃がちょっとね、硬いですね、これ。胃硬い。胃から膵臓です。ああ、膵臓でもね、十二指腸。ああ、うん、どうすか。うわ、人いた。でもゴリゴリいってますね。人いた。うん、これでもね、強いでしょ。強いです、強いです。でもやっぱ強いっすよ。やっぱやり慣れてる感じはあります。それは、ね、僕本当にね、はい、全部ちょっと今喋ってますか。これはやり慣れてる感じです。そうそうそう。でもね、いけるんですよ。あ、いけますみたい。はい、やってますよ。だから俺は事前に千堂さんに言うてんのが、あのちゃんと見てほしいと、はい、いわゆる痛いとこを押してくださいじゃなくて、はい、ちゃんと原因を、そして治療になるっていう。ここは、うん、すみません、木下がずっと心臓みたいなってでも自分の意味と一緒に鼓動が鼓動がこれほんま千蔵さんめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃ気持ちええわ。せやろ、うん、痛いよ、
たいんだけど、この悶絶しないよね。そう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 。俺だから悶絶するとこなんかなって一瞬思ったよ。バラエティー出身だから、うんうんうん、バラエティー好きだからよく見るからよく見るでもバラエティーを目指そうぜでも痛いとこは出てくるかもしれんじゃん。それはないわ。なんか今俺すごいあよかったって、うん、あれ見てるあれじゃないんやって。この辺気になりますね。ですってはい。ちょっと待って。まだ全然入ってないですよ。そこまで硬いんですか。硬いんですよ。硬いからまだ入ってないです。一回緩ませないとこれ入んないんですよ。だからもっと入れていくかな。頑張れ。これ首相当悪いですね。よし、こっからいきますよ。こっからなんだ。今ちょっと。こっからね。こう緩めたことによって、これ頭なんですけど、脳が緩んでるんですよ。はい、はい、多分このここの、ね、脳もね、多分相当疲れてるんですよ。例えば目なんですけど、うん、多分この辺とかすごいね、多分ここら辺多分疲れてると思うんですよね。首がね、悪い方は大体この辺が。まだビミエロですか。サビです。
ラスト、ラストいきます。大サビ、大サビです。はい、OK です。じゃあ次、目いきます。目早いって。早いって。メイク早いわ。でもね、はい、内臓系触ってる時は、はい、全然違いますよね。ね、はい、耐えれてたというか、はい、まだ気持ちいいわ。こっちは、ね、こっちは。だから、足裏は。内臓系はそんなに、うん、問題はないんですね。ただやっぱりこの辺、ここは首、この辺、頭、首頭です、脳です、うんうん、聞いてるか。はい、おい、ふざけてたらなんか。はい、聞いてね、なんか。はい、自律神経が乱れてるっていうのもちょっとないですか、そういったの。すごいわ、やっぱりいろんな人の足触ってあるから。もうおっしゃる通り、首なんですよ。もう首が良くなくて、3年前にちょっとムチ打ちやりまして、はい、それで未だにこう、ちょっと実は右手のしびれが来て、一旦ふわっと終わったんですけど、次は力入らなくなってるという症状なんですよ。やっぱ出てるんですね、首。首ちょっと悪いですね。パンパンなんですか。首悪い方の張り方なんですよね。こう筋があるんですか。はい、足りないな。目です、目。首悪い方、この目もね、結構この辺が目なんですよ。この辺目です。ここ、ここですね。こうグッと入れたり。うわ、はい、何してんの。足つぼ、キレてもて。何してんの。足つぼ投げないんですか。だから置いてる。これね、痛い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 、目から、あー、痛い、痛い、それ痛い。ここをずっと今、上目で、この目からいきますよ。目、目、耳、目から、目から、目から、耳、はい、今のことわかんねえけど。あー、痛い。で、ごめんなさい。で、まあ、お時間がある、例えば90分コースとか120分コースやられてる方は、うん、まずこの胸も一緒に、この胸、ここ胸なんですけど、この辺を、はい、これもいきなりサビでいく、はい、もういきなりサビです。先生、いきなりこうやって入れるじゃないですか、このグッて。やめてください。やめてください。ここで先生、やめてください。あー、すいません。やめなさい。で、まずこの足から、今度は、いや、いや、これは、何だろう、何を言うことやめる、これ、で、その後は、ここの、ここからしっかり、今度、しっかりと。いや、これは、これは、木下さんのためにやってます。やめてください、先生。もう、いや、いや、木本さんにこれ頼まれちゃってるから、今日直してくれ。どうやったら止まんねえ。しっかり胸、ね、しっかり胸ね、しっかり。はい、いいです。こう前田をしっかりこうグッと入れたり、はい、やめてください。ここ今何胸ね、胸ですね、やめてください。胸とかない、この辺はね、ほんと全身のリンパがね、結構あるんでね。先生、ここ肩甲骨です、ここ。やめてください。はい、そしたらまたこれ胸をします、ね、しっかり。先生、やめてください。確かに、はい、で、一応この辺も取ってあげて、はい、この辺、この前の辺ね、はい、扁桃腺なんですけど、でもこの辺なんで、僕の場合は取ってあげます。整体にもいいですか。はい、首の場合は、はい、整体にすごいです。あの、漫才やるときはもうここがしっかり、うん、で、あと上顎下、上顎下、ほんとここがクリオフィックの辺。いいどう着てるのかが分かりやすいよね。体の表現してくれてる。一通りやって、で、こっから今度背中行きましょう。はい、グッと背中
そこからこの腰もね、腰にスクッと刺していく。あ、見てください、ほら。中から、中から、聞こえへんのよ。腰もね、硬いっすよ。聞こえへんねんて、先生の話。ヒロシさん、ヒロシさん。戦争さんの話。重い重い重い。腰どうですか？腰も悪い。腰悪いっすよ。はい、これ、これね、腰悪いっすよ。これ腰は本当に痛いっすよ。これはちょっと豚います、ここ豚います。どんな現象や。痛い、腰かなりやな、やばいっすね。こっからじゃあちょっと休憩しましょう。話ずっとしてくんねんで。ちゃんと見てもらわないとあかんやろ。いやけど、もう止まらんかって。はい、行きましょう。入ってるじゃん、入ってるじゃん。これほぐ柔らかくした後、さっき痛い入れたところもう一回押してます。押してます。痛がり方がさっきと違うもん。グッと入れます。グッと入れて、その圧力で下ろして。もう全然違いますね。さっきと全然違う。腎臓。腎臓の時さっき悶絶やったで。もうね、気持ちよくなってきてると思います。だいぶ。かなり深く入ってます。ラスト。で、流すと。すごいな。これね。これでしっかりと。これね。これ叫ばへんもん、もう、はい、もう多分痛くないと思います。多分流れたってことですか。はい、流れてもほら痛くないですよ。流れちゃう、痛くないです。ちょっと見ましょうよ、ちょっと右と左。もう柔らかさが違うんですよ。まず違うよ、柔らかさ全然ちゃうわ。柔らかさが違います。ほんまや、こっち分かりやすいね。もう一回見せてもらっていいですか。柔らかさが違います。ほんまや。ここもね、薄くなってる。ここが薄くなってると思います。全然ちゃう。血管も出てきたし、血色も出てきたし、効果薄くなってるのか。薄なってる。あ、なってますよ、ね。ほんまや。そうなんですよ。これで今度は右足なんですけど。いや、ちょっと待って、あの痛さもう一回ってこと？まあそう。でも最初はもうしょうがないです。最初は。いやでもこれは本当ここでもうほんま終わらせてください。俺と終わらせて終わらへんから。じゃあ行きましょうか。ほら終わらへん。違う、もう何回見んねんって、俺の悶絶。今左足折った。もうええってこんなん。右からです。だから、え？ YouTube 的にはもう止めるけど、ね、止めてるけど、うん、でも、こっからもう本当に体のことやからね。瀬戸さん、よろしくお願いします。片足で、片足で、そうですね、うん、じゃあちょっとやめてください。それで行きましょう。やめてください。よーい、ピー。始めました。47都道府県コントツアー、はい、回る TKO 活動資金をぜひご支援ください、はい、お願いします。詳しくは概要欄で。頑張れ。お願いします。お願いします。惜しかったですね。痛いね、これ痛いね。ここってでも、なんでこんな痛いかって言ったら、これ老廃物溜まってるからなんですよ。ああ、そうだよ。やったことないんですよ、ここって。ああ、おい、だから、おい、流した方がいいよ。ここ流さないとダメなんですよ。いや、急にサビくる、ここ。
怖い人です来てくださいじゃなくて、行きますって感じやな。お前はっきり言うこれヤクザやんはっきり言うな新ネタで回りたいな